はい、どうも皆さんこんにちは。ということで今回もね、クラブチームツアーマンチェスターユナイテッド戦スーパースターやっていきたいと思います。はい、今回少しちょっとメンバーを分かっていただきました。タニー・アルバハ、アルバハのじゃない、タニー・アブラハム、ナイジェリアの選手ですね。アブラハム、これは強いなと思いますね。はい、タニーさんやばいでしょう。センターフォワード194センチだよ、この選手。あ、191センチでした。3センチ盛りました。この選手はね、まあ、23歳にはなってるんですけど、現実、世界では24歳ですね。まあ、イーグルホールは若干というか、1年の、なんか、年齢のルーツで。まあ、インフットボールは現実世界より一切若返っているって分かりやすいのかなと。さあ、このタニー・アブラハム、結構ね、身長も高くて、期待の星なんですけど、若いしね、今なんとローマにいるんですけど、もともとはね、チェルシーの下部組織の選手だったそうです。でですね、まあ、チェルシーに戻ったはいいけど、なんだろうね、いやー、なんか、チェルシー、まあ、インテルにロメル・ルカク、とてつもないベルギーのさ、選手がいたじゃんね。あの選手がチェルシーに入ったことによって、補強したことによって、アブラハムの居場所がなくなったんですよ。そこをじゃあどうしようとなったか、まあ、アブラハムに関しては、ついに放出されることになったんですね。いえー、うわらさな。ということで、まあ、残念なことにアブラハムはローマに移籍せざるを得ない。いやー、チェルシーうまかったと思うんだけどな、アブラハム。やっぱロメル・ルカクとはやっぱりちょっと一風変わったっていうか、だけどまあね、ロメル・ルカクがまあ入ってしまえば、まあそこはね、もうどうしようもできないかなっていう。仕方ないよね。仕方ない。うまっ。いやー、パボン。いやー、いいね。やっぱこう、タディッチもやっぱいいんだけど、まあ、こういうね、なんかもう、とてつもない存在感を見せつけてくれるセンターフォワードはいいよね。ほら、うまいでしょ。アブラハム！ちょっと、今のは楽しんでしまったな。ナイジェリアはね、スマホが普及してるっていうことなので、だから、アフリカは人口が増えていく一方で、ね、これからの時代を担う国であろう、ね、中国の次はアフリカというようなね、とも言われてますし。トラップうますぎだろ。いや、うまいね、トラップ。えげつないほどうまい。カルロス
よっしゃ。よし。アブラハム。いいね。アブラハム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 。いやー、惜しかったな。まあ、これでね、アブラハムもでも合わせられるし、ファビアン・ルイスも合わせられるし、コーナーキック最高だ。いや、やばい。よっしゃー、ナイスだ。クラップ。いやー、やっぱすげえ、でかいなー。やっぱりタディッチも良かったですね。タディッチも確かに良かったけど、存在感エグいね。アブラハム、もうオーバーヘッド普通にするからね。びっくりする。この選手に初めて使ったのはウィークラなんですね。で、あ、この選手ウイレでも欲しいなーって思ってたんですけど、まあようやくね、なんか気づけばいたみたいな、そんな選手ですね。そんな選手で、いや、あぶない。さすなよ、オードリー。よし。よいしょ。OK。アブラハム。よし。惜しかった。いや、アブラハム絶対上手くなると思うよ。アブラハム、どんな選手になるんだろうね。多分、ポールセンに近い存在感なんだ。ポールセン、まあ、ポールセン、うん、まあ、ポールセン、ポールセンなんじゃない？うまい。いや、パスもうまかった。これまだね、アブラハムに関しては、育成まだしてない。育成っていうか、まあ、スペシャルトレーナー使ってないんで。で、アブラハムね、どうしようかなと思って。スペシャルトレーナー使うとさ、なんかすぐこう成長してしまうから、なんかこう強さを感じられないから、もうちょっとどうしようかなと思って。おお。いや、もう、試合でのみ強くさせていくっていう、スペシャルトレーナー使わずに、試合でどんどん強くさせていく。最悪。うわー、最悪。だからもうね、スペシャルトレーナーはアブラハムには使わずにやっていこうかなとか、ちょっかりしてるんですけど、どうですか。いや、ちょっとそろそろ入れてほしい。ロッサーの、ロッサー、おお、惜しい。今ので入ったら面白かったよな。うわー、マジか。よっしゃ。いやー、アブラハム、アブラハムいいね。アブラハム、おいや、マジか。今うまかったけどな、これうまかった。あ、いやー、うまかったんだけどね。いやー、これで80か。この選手はね、38まで上がるらしいですよ。パボン、いやー、パボン何してんの。うわ、いい。
うわ終わったじゃん。いやー惜しいねアブラハム。いやアブラハムはスペシャル使わずにやりますかね。惜しかったなアブラハム。いやちょっと外しすぎだね他の選手たち。これはひどいわ。いやー俺うまかったけどね。いやーどうしたら止めてくんないし、この距離で外すかね。普通外すっていうかまあ真ん中に打つかね。これうまかったよね。やばい、これ惜しかったな。うわ巻きすぎた。いやー惜しかったな。でこれをめちゃ曲がった腕ゴール。あ腕ゴールじゃないアブラハム。いやーちょっとシュートがね微妙だったな。うんシュートが曲がったんだけど、いやーパボンひどいわ。はい、じゃあチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。